あなた様の剣とは名乗れません。守りきることもかなわず、あだを打つことすらかなわず、もしあなた様の真の敵を討ち取ってみせたなら、もう一度その胸元に迎え入れてくださいますか、謙信様。甲斐の虎の首とともに、この春日もすぐに参ります。親方様、上杉殿が没したとの知らせがあった後も、まだこの川中島に陣を敷かれるおつもりで？わしの予感はいまだついえてはおらぬのだ。あやつとの宿命が途切れることなどないと。忍び参る。この霧が川中島の天地をおぼろとするか。謙信様の宿敵、私が必ずやこの手で。動くな、甲斐の虎！承知。恩に着るぜ、親方様。ついてないね、オタクもさ。理由？まあ聞かなくてもすぐにわかると思うけどね。よう春日、早速で悪いがお前を止めるぞ。本気だな。遮るな。私は剣に戻り、あの方に迎えられる。やっぱ軍神の後追いか。そんな気をしてたら早く引け。私は虎を撃つ。胸の鞘、謙信様の代わりに虎を撃つんだ。春日、一生勇気はなかったけどな、お前には感謝してる。何を言ってるんだ。俺様を猿から一発の人にしてくれたのはお前だった。お前にとってはそれが軍神だったってことだろ。そうだ、私はあの方に出会えたから。戻ってこい春日、思う存分泣いて、そんでどこまでも生き続けろ。い全てが鬱になる。謙信様の胸元から引き離すな。あたかの胸の鞘。昔のお前でいてくれ。軍神だって同じ気持ちのはずだ。サスケでも止められぬか。忍び殿はそれほどまでに。戦場にて敵を思うか雪村よ。しかしそれがしも、もし親方様を失えばと。泣いておる幼子雪村、あの者を止めてみせよ。殺すではないぞ。親方様。あたしの胸の鞘雪村、今燃えずしていつ燃える。武田に真田あれ、いざ日の元にこの雪村あれ。忍び殿、止まってはくれぬか。どけ、貴様に用はない。これは誠の忠義か。本当に軍神殿の望まれし戦か。黙れ。お前なんかに分かるものか。忍び殿のその涙、それがしはこのような涙の戦が上杉殿の望みとは思えぬ。望みだと。お前が謙信様を代弁するな。あの方の望みを聞くこともできないんだ。忍びとその涙、それがしかお止めする。私は天使様の剣、全てを切り裂く。その身をもって私をその座にとどまらせろ。そレガスの炎では貴殿の涙を乾かすこともかなわぬのか。お前、無敵の名を言ってみろ。人は城、人は石垣。神草の思い、乱世の今こそ噛みしめようぞ。貝の赤き虎剣山、謙信様の宿敵貝の虎、ようやく見つけたぞ。誰よりも軍神のそばにいたお主が信じられぬのか。あやつの心、強さ、あやつは裏切らない。そしてわし以外には負けない。黙れ。あの方は私の腕の中で。お主にしては遅かったのじゃが、あまり身内を待たせるものではないぞ。返す言葉もありませんね。謙信様、心配をかけましたね、美しき剣。新たな日の本は一人の英雄により築き上げられた。夜更けに謙信様の寝屋に上がる。一体なぜ。まさか謙信様。え、くせ者が現れた。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。